ウエスタンリーグ公式戦開幕戦、福岡ソフトバンクホークス対中日ドラゴンズ1回戦もまもなく開始です。1回の表、まず守ります福岡ソフトバンクホークスのメンバーをご紹介いたします。また本日の出場選手よりサインボールがスタンドに投げ込まれます。どうぞ気をつけてお受け取りください。それでは本日のスターティングメンバーの紹介です。ライトフィールダー川村優斗、センターフィールダー佐藤直樹、レフトフィールダー笹川義也、ショートストップ川田純平、サードベースマンリチャード、セカンドベースマン中田圭介、ファーストベースマン小村大樹、キャッチャー渡辺育恵、指名打者ウィリアムズ・アスニーオ、そして本日の先発ピッチャーは、あれも欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、あの上、そうだ。本日のアンパンマンをご紹介いたします。プレーコンファイヤー、堀口、水心、ファーストベース、宮崎、サードベース、マサキ、ヤオ、公式記録員は前田、以上です。ドラゴンズの攻撃は1番センターフィールダー三好、背番号30、ファールボールにご注意ください。 Watch out!213。中日ドラゴンズのメンバーをご紹介いたします。ピッチャー岡野、キャッチャー宮、ファーストベースマンレビーラ、セカンドベースマン
高松、サードベースマン樋口、ショートストーン龍久、レフトフィールダーブライト、センターフィールダー三好、ライトフィールダー鵜飼。以上です。